皆さんこんにちは。今日はキャンメイクとセザンヌの新作コスメをレビューしていきます。まずはパールグローハイライト。これ皆さんゲットできましたか私はアマゾンで購入できたんですが、本当可愛くて眺めちゃいます。4色入っていて、左上と右下にイエローゴールド。結構キラッと輝く大きめのラメが入っています。真ん中がブルー。 透明感のある偏光パールで自然な柔らかい色味です。真ん中と右上にピンク。こちらは気持ち粒が大きいラメも入っているから。 左下はアプリコットベージュで上品な輝きのツヤを出してくれます。細かいアイシャドウブラシを使えば4色楽しめちゃうのがすごいですよね。全色混ぜたのがこちら。明るめのシルバーみたいな発色で冬のメイクにぴったりだと思います。既存色と比較したのがこちら。ちなみに最近買ったラカのハイライトとも色味が似ていたので比較してみました。質感や発色は違いますが、一つのパレットに入っている時点でスザンヌすごすぎると思います。 最近比較的落ち着いたハイライトを使うことが多かったんですが、イルミネーションの季節になりましたし、パキッとした輝き強めのハイライトを楽しむのもいいかなと思います。ツヤといえばファンデの下に仕込むのもおすすめで、新作で発売するのがグロースキンベースです。ちょっと出した段階でパールの輝きがすごくて、 テクスチャーは滑らかで水っぽい感じ。サラサラっと伸びてくれます。ベタつきも一切なくて、肌に薄い膜を張ってくれるような、本当につけていないようなライトな使用感です。細かいゴールドが入っていて、手を動かしてみると、これ見えますかねめちゃめちゃツヤツヤになって、光沢感が好きな方は気に入るベースだと思います。上から薄くファンデをのせてみたのがこちら。 光を使った張り感のある肌にしたい方や、冬のメイクにぴったりなんじゃないかなと思います。艶肌のベースが整ったら、血色感を与えたいと思いますが、そこで超おすすめなのがチークブラッシュの新色です。こちらはしっとり溶け込むように密着してくれる滑らかな質感で、全く粉っぽさはありません。つけてみるとラメではなくて、滑らかな落ち着いたパール感が出てくれます。もともとブラウンがかった2色があったんですが、新色はライトな色味になっています。 3番のミルクモーブはライトなクールトーンピンク。 かなり明るめの発色で、透明感と血色感のバランスが絶妙で、紫すぎないので使いやすくて、ブルベ夏の方には特に大注目のカラーです。4番ピュアピンクはクリアなナチュラルピンク、可愛いど真ん中のピンクで、3番と色味的には似ていますが、より温かみがあります。イエベ春の方におすすめです。5番のメープルアプリコットはこなれ感の出るアプリコットベージュで、肌馴染みのいい色味です。ブラウン系のメイクをするときに、チークもブラウンだと重く感じる方は、こういった明るめ ののベージュは本当に使えると思います既存色色も含めて全色比較したのがこちらブルベベととイエベハルの私は3番と4番4がお気に入りですこれはほぼデパコスと言ってもいいクオリティなので見つけたらぜひ試してみてください。あとは以前も紹介していますがカスタムパレットも11月下旬に先行発売されます。これは売り切れる気がするのでお早めにカラーの狙いを定めた方がいいかもしれません。同じ時期に発売予定なのがこちらです。パーフェクトマルチアイズから8番の色味が先行発売 されます人気のマットの質感のアイシャドウで以前ショートで紹介した時にこの色が欲しかったというコメントを頂きました。 深みのあるチェリーカラーで、大人っぽさと可愛さの両方を楽しめます。左上からコーラルがかったホワイトベージュに、右上がくすんだ温かみのあるピンク。左下はウォームトーンのレッドチェリー。真ん中がダークなレッドブラウンで、右下がほんのりオレンジがか,かっているダークブラウンです。このちょっと大人っぽいビター感と、可愛いチェリーピンクが甘めのメイクが好きな方におすすめです。続いてはこちら。トイイイイインクルルアアララナーーですこれれは繊細パールが配合された光沢感のあるアイライナー でグリッターではなくてあくまでも普通のアイライナーにパール感がしっかり配合されたっていうイメージでちょっと違いを出すのに向いているかなと思いますアプリケーターはフェルトタイプになっていて結構細いラインから太いラインまで安定して描くことができて描き心地はいいです発色は重ねなくてもしっかり色がついてくれて 乾燥すると滲んだりすることもありません。1番、コズミックシャワーは上品な大人ピンクで、ちょっと紫がかっていて、ラベンダーカラーみたいです。パールはライトパープルみたいな発色のツヤに見えます。2番、スターリーデューは透明感のある澄んだ目元になるネイビー系の色味です。グレーがかった深みのあるネイビーカラーになっていて、パール感は気持ちカーキみたいに見えます。ブラックよりは柔らかくて、でもしっかり締めてくれる、かっこいいおしゃれな色味です。3番、スパイラルギャラクシー。 はは抜け感を演出出すすするるグググレレレーーーーー系ブラウンぽさののあがが強めでで濃いグレージューですパールはシルシバーのツヤが出てくれますこれはどんなメイクにも合わせやすいと思うし人気になりそうなカラーだなと思いますさらに12月には大人気のこちらムチプルティントから新色が2色発売されます最初は限定発売でしたが人気すぎて定番化した商品でテクスチャーはオイルが配合されているので塗り心地が最高で 肌の体温で滑らかにとろけて唇に乗ってくれます。優しくスーッと清涼感のある使い心地で軽くプランパー効果も感じました。ぷっくりするけど重たさはなくてシロップのようにツルっとしたツヤの出る仕上がりです。4番のチョコミルクは抜け感が演出できる大人ブラウンで赤にもオレンジにも寄りすぎないミルクチョコレートみたいなブラウンです。イエベ秋の方におすすめです。 5番フィグピューレは柔らかさのあるレッドローズ。パッケージよりは鮮やかさのあるレッドが強いかなと思います。既存色と比較したのがこちら。もっちりとした唇にしたい方は大注目のアイテムです。クリスマスや冬休みなど特別な日にネイルをする方も多くなると思いますが、より綺麗な手元になれるのがメイクミーハッピーのネイルオイルです。 ベタつきにくいサラッとしたオイルのテクスチャーでトリートメント成分がたっぷり入っています。爪の内側に一滴垂らして待つだけでキューティクル全体に行き渡ります。香りは3種類あってアロマティックハーバルは驚くほどイソップのレスレクションと同じ香りです。シトラスとウッディみたいなおしゃれな香りがします。ベルガモットジャスミンは甘さのあるフローラルと爽やかな柑橘の香り。 限定の桃ウーロンは白桃ウーロン茶の香りと公式ではありますが、個人的には甘いアールグレーティーの香りが近い気がします。とっても珍しいし、ずっと香って痛くなる香りです。どれもいい香りですが、桃ウーロンが衝撃的だったのと、アロマティックハーバルもイソップ好きは絶対に気に入ると思います。この動画が参考になりましたら、高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。